ホラー小説。ホラー小説は恐怖を主題として読者に恐怖感を与えるため、怖がらせるために書かれた小説。恐怖小説あるいは怪奇小説などとも呼ぶ。恐怖は人類の最も古い感情であるというラブクラフトの名言がある。それを反映して恐怖の対象として描かれたものは多岐にわたり、古くは神や霊、吸血鬼等といった。 超自然的な物事が扱われた。宇宙から見た人間存在の儚さ、疎外感を恐怖と感じれば、それも恐怖小説のテーマとなり得る、ラブクラフト自身のコズミックホラーの中で見に描かれている。近年では人間心理の謎を扱うサイコホラー、あるいはサイコスリラーも人気である。しかし一方で、発達障害や精神疾患に対するステレオタイプな誤解をもたらす。 可能性もあ例として、アスペルガー症候群と、社会、狂気人間についてなど、スタイルや恐怖の対象によって、ゴシックホラーや、モダンホラーという分類もある。ホラー小説とホラー映画の間には、同じ回帰を扱っているという以上の強い関連が、見られる。欧米におけるホラー小説の根源は、民話や聖伝、死や来世、悪内死は、 人間の心の内を占める者のへの関心がある。これらの要素は魔女や吸血鬼、人狼、幽霊といった形で表現された。1764年にホレス・ウォルポールが発表したオトラント・ジョーキタンは世間に賛否両論を巻き起こし、前述の要素を組み合わせたゴシックホラー小説が18世紀に流行することとなった。 オトラン途上機関は純粋な現実主義よりも超自然的なものに重きを置いたところが現代小説史において画期的な存在であるとみなされている実際この小説の初版は中世のイタリアで実際にあったロマンスを架空の翻訳者が翻訳したという定裁をとっていた時代錯誤や当時の常識に反する要素が含まれていただけでなく文体が貧相であるという欠点があったにもかかわらず オトラント上期単は芝叩く間に世間の人気を博し、ウィリアム・トマス・ベックフォードのバセック1786年、アンラド・クリフのユードルフの秘密1794年及びイタリアの三劇1797年、マシュグレゴリー・ルイスのマンク1796年といったこの作品に影響を受けたコシック小説が生み出された。 もう一つ特筆すべき点として、ゴシックホラー小説の書き手の大半が女性であり、読み手の多くも女性であったことが挙げられる。この当時のゴシックホラー小説の典型的な筋書きは、裕福な女主人公が陰気な城で恐ろしい目に、遭うというものだった。19世紀になると、それまで流行したゴシック小説は、今日まで続くホラー小説へと消化し、 メアリー・シェリーのフランケンシュタイン、1818 18、や、ロバート・ルイス・スティーブンソン、ジー・キル・博士とハイド氏、1886、オスカー・ワイルドのドリアン・グレイの肖像、1890、ブラム・ストーカーのドラキュラ、1897、エドガー・アラン・ポー及びシェリガン・レファニュの作品群といった、今日でも映画などでよく知られる名作がこの時代に誕生した。 20世紀に入って間もない頃、パルプマガジンの大ブームが起き、それに伴う形で、ホラー作家の数も増えた。偽物小屋の一団を描いた、映画、フリークスの原作の著者として知られるは、オールストーリーといった大手パルプ誌に、狂気や残酷さを売りにした作品を、たびたび投稿した。その後、ホラー作家に、活躍の場を与えに来たかのように、ビアードテールズや、 アンノウン・ワールズといった専門誌が登場した。クトゥルフ神話をはじめとするコズミックホラーの開拓者として知られるハワード・フィリップス・ラブクラフトやの再定義を行ったことで知られるモンタリュー、ローズ・ジェームズといった20世紀初頭に活躍した大物ホラー作家の一部はこれらの雑誌を利用した。早々期の映画も様々な面においてホラー小説の影響を受けていた一方、 ホラー映画及びホラー小説を原作とした映画も一ジャンルとして確立今日まで生き続けている。デーキ1925アウトサイダー1921下やんち書で1926をはじめとするラブクラフトの作品群における動くカバネの描写は今日におけるゾンビ物の,の先駆けとして知られ。また1954年に リチャード・マシスンが発表した地球最後の男もジョージ・エロメロをはじめとするゾンビ映画の制作者たちに影響を与えた作品として知られている。キャリー、シャイニング、IT、イット・マイナス、ミザリー等多数の作品で知られるスティーブン・キングは現代ホラーで最も知られている作家の一人である。1970年代初頭からキングの作品は 多くの読者の支持を集め、2003年には長年の功績が称えられ、全米図書協会から表彰を受けた。他に、著名な現代ホラー作家として、ディーン・アール・クーンズ、クライブ・マーカー、ラムジー・キャンベル、ピーター・ストラウブ、そして、タイタス・クロウシリーズで知られるブライアン・ラムレイや、映画、ザ・フォックの原作者である、などがいる。現代のベストセラー作の中にも、 ホラー小説に関連したジャンルの作品がいくつかある。例えば、人ものと現代ファンタジーを融合させたの、や、感能的なゴシック小説作品を多く出してきた、アウンライス、映像化もされた、RL スタインのオムニバスホラー、グースバンプスなどがある。また、他ジャンルとのクロスオーバー作品も増えている。例えば、ダンシモンズの、は、古典ホラーの、模試を描いた。 歴史改編 SF であり、セス・グレアム・スミスの、コ慢マンと偏見とゾンビは、ジェーン・オースティンの小説、コ慢マンと偏見のパロディとしても知られている。また、マーク・ゼット・ダニエレブスキーの、仕様の家は、恐怖をより突き詰めた複雑怪奇な作品であり、全米図諸賞の最終候補作になったことでも、知られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。